こんにちは、ゆきです。今12月29日朝の5時半です。今年もあと少しお元気ですか？実は私昨日歌唱をやってる友達が声楽のコンクールで優勝してお披露目コンサートだったの。その帰りに2人で終電ギリギリまでご飯食べて電車に乗ったら眠すぎて電車間違えちゃって気づいたら千葉にいたんです。でどうせここまで来たなら海を見て帰りたくて昨日海浜幕張に泊まりまして、今海浜の浜っていうところを目指して歩いてきたの。しかし海まで行くこと仕事に間に合わないからギリギリ行けなくて今動画撮ってます。イエーイ。残念、ここまで来て海が見れない。泊まりまでしたのに。まあいいわ、しょうがないです。はい、今年1年どんな年でしたか？私は漢字一文字で表すと弱、弱いという1年でした。普段は物事いろいろあってもこうプラスマイナスあんまりね波風立たないように過ごしてるつもりなんです。つもりね、ごめんね、周りにいるみんな全然違ったら。しかし今年は自分の感情を止められないぐらいの出来事があって、そのことにずっと翻弄された。まあ今年だけじゃなくて、まあ何年か前からなんですけど、それがすごく明るみになったのが今年でした。つまりそれだけ大切だってことよ。演劇とそれかな、2つ精神的にも生活的にもすごく追い込まれた1年でした。ただ思ったのは、今でよかった。今なら体力があるし行動力があるし、まだ体が動くから、そういう時にメンタルガッてやられて、あ、私はこのことだけはメンタルめちゃめちゃ持ってかれるって気づけてよかったなと本当に思う。弱な1年は自分をより知った1年になりました。皆さんは漢字一文字だと何ですか？お歌のメンバーのこの間生配信に来てくれたゆきえちゃんが私にしてくれた質問です。ありがとう、ゆきえちゃん。12月いろんなことがあって動画あんまり出せなかったのに、生配信遊びに来てくれた皆さんありがとう。今年も1年私を忘れないで、この動画チャンネル見に来てくれた皆様本当にありがとうございます。来年の私の抱負は覚悟です。演劇舞台役者になりたいっていう思いは変わらない。プラス歌の先生も覚悟を持ってやっていこうというマインドになりました。そうなの、やっと本当にやりたいね。演劇をやって演劇以外のことをもう全部手放してみようかって思ったりもしてたの、すごくすごく。それは不器用だから。でもう体が持たないから、あれもこれもできなくて。歌も演劇もなかったら何が大切か人生でって言われたら絶対人なの。誰と出会って生きるかが一番大切で、ってなった時にやっぱり私は歌を教えるということは私の要素の一つだなと思って続けたいという思いになりました。もちろんそれは舞台役者としても、どちらのことも相乗効果ですごくプラスになるのを知ってるからです。今走ってらっしゃった方映ったけど大丈夫かな、私の動画に。いいよね、ごめんなさい、友情出演で。そしてこの YouTube はもちろん続けていきます。細く長くでも私は YouTube を続けていこうとしてます。なぜなら YouTube は楽しいっていうのは、舞台役者になりたい私はね、欲の塊なの。絶対になりたい、好きすぎるから。しかし YouTube は YouTuber としてトップに行きたいとかはないの。楽しくてやってるの。だから YouTube って私が想像もしてないことが叶いやすいの。つまり夢が叶いやすいの。引き寄せの法則が働きやすいの。 YouTube、 シミしかり、クマ取りしかり、他にもまた来年決まってるものが実はあります。本当にね、なんか面白いの。それが生配信でも話したことで、50代になった時に書く仕事がしたいとか海外で働いてみたいとかもあるので、 YouTube は企業案件が海外の方だったりするのよ。だから生まれて初めて海外の方と今やり取りしてます。それも楽しいやん。そういうなんか今の自分では想像のつかない自分の夢を叶えていく2024年にしたい。うまくまとまった最大に自分を開花してみたいという目標がずっとありまして、まだ見ぬ夢をどんどん叶えたいの。それが楽しいの。そういう2024年にします。じゃあそろそろ海も見れない、仕事に行かなきゃいけないということで終わりにします。2023年皆様本当にありがとうございました。来年もどうか皆様それぞれ状況
あると思います。そんな中でゆきアラフォーから綺麗になるのチャンネルを思い出して遊びに来てくださったら嬉しいです。生配信もやります。またチャットでねお話ししたりもできたら嬉しいです。来年もお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごしください。バイバーイ。